口癖。皆さんの口癖は何ですか？口癖とは、癖のようによく使う言葉です。私の口癖は、まず、まあ、いっか。まあ、いっか。まあ、いっか。です。これは、まあいいかを短くした言葉です。ミスをしたり、少しわからないことがあったりしても、大丈夫、なんとかなる、100% でなくてもいい、と思ったときにつぶやきます。例えば、メールするの忘れた。まあいっか。明日メールしよう。完璧なレポートじゃないけど、まあいっか、とつぶやきます。なんとかならないときは、やばい、とつぶやきます。まあいっか、やばいは砕けた表現なので、仕事では上司や先輩の前で言わないでくださいね。また、重いものを持つときや、疲れて座るときに、よいしょ、とつい言ってしまいます。すごい、や、とても砕けた言い方では、すげえ、もう、つい口から出てしまいます。関西地方に引っ越してから、東京出身の主人は、本当？の代わりに、ほんま？なんだっけ？の代わりに、なんやっけ？と言うようになりました。なんだっけ？なんやっけ？は、何かを思い出せないときに言う言葉です。このような言葉は、教科書にはありませんが、よく使う言葉だと思います。皆さんも、時々つぶやいてみてくださいね。